さあ本日は犬山市消防本部の若松さんにお越しいただいております。若松さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、今日は何についてお話をいただけるんでしょうか。はい、本日は危険物安全週間について皆さんにご紹介させていただこうと思います。危険物安全週間っていうとなかなか聞きなじみのない言葉かなと思うんですけども。はい、皆さんにはなかなかなじみのない言葉だと思いますが、簡単に言うと危険物を持っていたり取り扱ったりするときはですね、安全な方法で使いましょうという呼びかけをする習慣です。ありがとうございます。まあ、危険物という単語だけ聞くといろんなものが頭に思い浮かぶんですけれども、そもそもどういったものになるんでしょうか。はい、皆さんの身近にある危険物としては車などに入れるガソリン、ストーブなどに使う灯油、また犬山という地域柄、農業をされている方が使用される農機具の燃料なども危険物にあたります。そんな危険物ですが、どのような特徴があるんでしょうか。はい、一般的に危険物のほとんどは可燃性蒸気といって燃えやすい気体がたくさん発生します。それに火がつくと一気に燃え広がり、環境によっては爆発します。なので取り扱う際には特に注意が必要です。そういったものがね、やっぱり身近にあるっていうのはちょっとね、こう身の締まる思いですけれども、まあ、どのようなことに気をつければいいでしょうか。はい、まず大切なことは危険物の近くでは火器を使わないことです。危険物の近くで火を使うと先ほどお伝えした可燃性蒸気に引火し一気に燃え広がってしまいます。火器とは火はもちろんですが、金属が擦れ合った時に起こる火花も含まれます。電気類も火花を発生しますので使わない方が良いです。そして風通しの良い場所で使用してください。危険物から可燃性蒸気が発生してもそこにたまらずに空気中に分散されれば安全です。もし狭い室内でアルコールなどの詰め替えをしなければならない場合は換気を心がけてください。また直射日光や衝撃を加えないことも大切です。ありがとうございます。身近なところに火災の危険性を高めるものがあるということを認識するというのがまず大切なことですね。はい、おっしゃる通りです。ちなみにセルフのスタンドの給油する機械に静電気除去装置があるのを武井さんはご存知ですか。はい、なんか黒くて丸い形をしたやつですよね。はい、そうです。あれも実はガソリンの給油の際に静電気が発生して火災が発生することを防ぐためにあるんですね。なるほど、そういうものだったんですね。はい、実際過去にガソリンスタンドで静電気が原因の火災が発生しています。セルフのガソリンスタンドで給油される方は黒くて丸い静電気除去装置を触れてから使用してください。さて、4年前に京都アニメーションで起こった火災を武井さんはご存知でしょうか。はい、ガソリンが使われたと言われる放火事件でしたよね。はい、とても痛ましい事件でしたね。実は京都アニメーションの放火事件をきっかけに事件の再発を防止するために法律が変わりました。この法律は事件を未然に防ぐことを目的としていて、ガソリンを携行缶で購入する場合、身分証での本人確認と使用目的の確認が義務付けられました。これによりセルフのガソリンスタンドでは自分で携行缶にガソリン入れることは禁止されています。ありがとうございます。まあ、今の時代この簡単にガソリンを購入できるということは危険な事件につながってしまうということなんですね。はい、正しい使い方をすれば生活の味方になるんですが、間違った使い方をすればまさしく危険なものになってしまいます。この安全習慣を機に正しい認識を持っていただければと思います。少し話は変わりますが、武井さんはキャンプやバーベキューをやられますか。はい、キャンプはあんまりですけれども、バーベキューは本当に毎年数回ぐらいはやるぐらいします、ね、そうなんですね。いいですね。はい、はい、コロナになってからキャンプやアウトドアをする、人が増えたそうですが、我が家も例外ではなく昨年からキャンプを始めました。キャンプではガスボンベを使用したカセットコンロを使う機会がありますが、このカセットコンロも使い方を間違えると事故につながってしまいます。
そうなんですね。例えばどんなことが原因で事故につながるんでしょうか。はい、カセットコンロの上にカセットコンロを超える大きさの鉄板や鍋などを置いて長時間使用すると輻射熱でボンベが加熱されて爆発してしまうんですね。はい、まあ、例えばどのようなことに気をつければいいでしょうか。はい、カセットコンロであればガスボンベの蓋があると思うんですが、その蓋の部分に鉄板や鍋が覆わないようにしてください。また登山などに持っていける小さなコンパクトバーナーなどの場合はボンベがむき出しの状態になっていますので、遮熱板などをつけて使用していただければと思います。ありがとうございます。まあ、本当にこのコロナ禍から多くの方がねキャンプやアウトドアをするっていうことが増えたと思いますし、まあ、そういったものは正しい知識を持ってね利用しなければなといったところですね。ここからは余談なのですが、最近は家もオール電化が増えて火に触れる、機会が減ってきました。私の友人の子供が学校にあるストーブの上の鉄板が熱いという認識がなくて、ストーブがついている時に鉄板に手を乗せて火傷をしてしまったそうなんですね。まあ、オール電化が増えてきて火が危険であるということをなかなか家庭で教わる機会も減ってきたのかもしれませんね。本当にそうかもしれませんね。はい、今日皆さんが危険物が危ないと認識していただいたように、お子さんに対して火の教育もしていただけたら幸いです。ありがとうございます。改めて皆さんの認識とそして子どもたち、への教育っていうところを徹底していただければなと思います。はい、ということで本日は消防本部若松さんにお越しいただきまして、危険物安全習慣についてお話をいただきました。本日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。